聖ヨハネ洗礼教会ローマ劇場ビーブロスは、レバノンの首都であるベールートの北方約30キロメートルに、ある地中海沿岸の都市。古代には、フェニキア人の都市として栄えた。ビブロスは、ギリシャ人が付けた呼び名で、本来は、グブラの地に、ゲバル。現在は、ジュベールと呼ばれている。遺跡群は、ユネスコの世界遺産に登録されている。ビブロスは、 フェニキア人の発祥の地として有名。アルファベットの元になったフェニキア文字もこの地で生まれた。このことからアルファベット発祥の地と言われることもある。紀元前3000年期の前半には、守護神であるバーラトゲバルを祀った神殿が発見されており、フェニキア人が居住し始めたと言われている。フェニキア人は、ビブロスの東に位置するレバノン山脈に自生する。 レバノン杉を資源として活用した。レバノン杉は船や建築物の資材として適しており、樹脂も利用された。フェニキア人は、ビブロスから、レバノン杉をエジプトへ輸出し、地中海貿易の主役へと踊り出た。後に、ローマ帝国の支配下に入る。12世紀には、十字軍を迎え撃つべく要塞化される。その後は、ベイルートなどに、交易の拠点の地位を奪われ。 衰退の道をたどった。ビブロスという古称は、ギリシャ語でパピルスを意味する、もう一つの語ベータベータラムダに由来すると言われる。これは、ビブロスが長い間エジプトの支配下にあり、当地の港からエジプトに、レバノン杉材が輸出され、その代価として、パピルスなどが輸入され、さらにそのパピルスがこの都市を経由してギリシャなどに運ばれていたので、ギリシャでは、紙は、 原産地のエジプトではなく、赤出港のビーブロスとして知られた。やがてパピルスを意味するビブロスから、ビブリオンという言葉ができ、さらに、ビブルが生まれたという。逆に都市の名前が、パピルスの意味を持つようになったとする説もある。この説では、それが後に、書物の意に転じて、結果としてこの都市が、バイブルの語源になったという。ビブロスで発掘された。 出土品のほとんどは、ベイルートの国立博物館に移されている。ビブロスは、ナポレオン三世が1860年に、ドルーズハイスラム教徒によるキリスト教徒虐殺事件を、きっかけに、レバノンに出兵した時に同行した学者によって、再発見された。同地では、十字軍が12世紀頃建てた城と、その隣にある、フェニキア時代の集落遺跡やローマ時代の町の遺跡が、 残っている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。クリタサトウ P21、クリタサトウ P22 ビブロスは、ギリシャ語では、パピルスを意味する。堀口24ページ。ありがとうございます。